さあ調整に入っていこうと思うんですけど、飛ばしてもらいながら、はい、飛ばせていいですよ、はい、やたらめったら文節の切り方がおかしいところがあったんですよね。あーうん。でなんかキャラクターのセリフも変な入り混じり方をしてるところがあったんですよ。はあ。でここここゆっくりとお願いします、はい、もうちょっとです、もうちょっとです、はい OK です。ここ文章を見ていただいて。わかりましたわかりましたわかりました。はい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 。んセレクトをせ、セレクトお願いします。いきます。はい。私はまだ生きている。ほんまか。そのことを神に感謝すべきなのかもしれない。1994年、このかまいたちの夜がスーパーファミコン用ソフトとして発売された時、原作者である私はある秘密文書をそのカセットの一部に忍び込ませることに成功した。恐ろしい陰謀を止めるために。スーパーファミコン、これスーパーファミコン当時の秘密文書を読んでいきましょうか。じゃ あ当時これはプレイステーションですけど、1994年はスーパーファミコンだったんです。へん今これを読んでいるあなたが誰なのか私にはわからない。大人です。子供なのか大人なのか、男なのか女なのか。このゲームの購買層を考えるなら高校生ぐらいの男の子というのが可能性としては高いのかもしれない。30代の女です男女いずれにしても純粋にゲームを楽しもうとしてこのソフトを買ったごく普通の人であって彼らの仲間なのでないことを痛切に願う。あなたが誰なのか私にはわからない。私はさっきそう書いた。しかしあなたの方は私のことを知っているはずだ。少なくともその名前をこのゲームのパッケージなりスタッフロールなりで見かけているに違いない。私の名前はアビコ竹丸。いや、そういう名前で知られている人物の陰にいる本当の作者。それが私だ。私だ。パッケージやマニュアルに顔写真が出ているかもしれないが、それは私ではない。私の名前を語っている彼らの仲間だ。私はこの構えたちの夜のストーリーのほとんど全てをチューンソフトの社内の一室で書かされている。そして私は今、仕事をしているふりをし、彼らの目を盗みながらこれを書いている。そう。彼らとはすなわちチューンソフトの社員たちのことだ。正直に言うと、私も初めは彼らの仲間、チューンソフトの社員だったのだ。しかしこのかまいたちの夜の制作に参加し、プロジェクトが進むにつれ、この会社の真の姿とその恐るべき陰謀に気がついたのだ。私はもちろん逃げ出そうとしたが、あと一歩のところで彼らに取り押さえられてしまった。それ以来ずっとこの部屋に監禁され、強制的に仕事をさせられている。彼らにとって都合のいいことに、私には身寄りもなく、社外の友人も少なかったから、私の行方を探してくれる人もいないだろう。この仕事が終わると同時に私は殺されるだろう。だから多分、あなたがこれを読んでいる今、私はもう彼らの手によって抹殺されていることと思う。ここから何度も逃げ出そうとしたが、その度に捕まり、思い出すのもおぞましい数々の拷問を受けた。私はもはや生き延びる希望など抱いてはいないが、彼らの陰謀を世間に伝え阻止してもらうためこれを書いている。普通のゲームの背後に暗号を解かなければ見つけることができないようこのメッセージを隠しておく。そうすれば彼らの目に触れずに外の人間に情報を伝えることができると考えたのだ。ね、とんでもない陰謀論ですが。やばいですね。マスターのロムにこのメッセージを仕込むことができればいいのだが、私の立場ではそれは不可能だ。1ケース分、あるいは2ケース分をすり替えるのがせいぜいだ。その何十本かのうち果たしてこのメッセージにたどり着ける人間がいるのかどうか、そしてたとえこれを読んだとしても信じてもらえるのかどうか私には全くわからない。そしてまた、出荷する前にチェックを受け彼らによって破棄されてしまうことがないという保証もない。あれこれと心配するのはよそ。誰か善良な人間がこれを読んでくれていることを信じ、私はこれを書き続けることにする。あなたは多分どこかでサブリミナル知覚という言葉を耳にしたことがあるだろう。気がつかない程度の刺激、潜在知覚とも呼ばれているものだ。聞こえないほど小さな音、認識できないほど短い時間だけ映し出される画像、そういった知覚できない刺激が潜在意識に影響を及ぼす。彼らはこのサブリミナル知覚をゲームソフトにおいて実験しようと試みた。その最初が音切り層というソフトだった。埋め込まれたメッセージは比較的他愛のないものだった。チューンソフトのソフトは面白いというものだ。メッセージを埋め込んだものとそうでないソフトを別々の地方に出荷し、次回作の売れ行きを比べて結果を探ろうというものだった。そして、トルネコの大冒険というソフトによって実験の効果は確かめられた。メッセージを埋め込んだソフトを出荷した地域の売れ行きは目覚ましいものがあったのだ。この段階でも商業モラル上若干問題があることはお分かりだろうが、彼らの真の狙いはビジネスの成功などというささやかなものではなかった。やがては日本を担うことになる若者たちを子供のうちに洗脳し、熱狂的なチューンソフトの支持者にすること。
このソフトをプレイした子供たちが大人になる頃にはチューンソフトは単なるゲームソフト会社ではなく宗教法人、政治結社、多国籍企業の複合体となっているだろう。その時洗脳された若者たちは中村光一を神と戦め、チューンソフトに投票しチューン食品のインスタントフードを食べながら廃人のようになってチューンソフトのゲームをプレイし続けていることだろう。チューン食品、チューンソフトが今どうなっていることでしょうか。それこそが彼らの目的なのだ。経済、政治、信仰のすべてにわたって日本全体を支配すること。笑い話のように聞こえることは承知している。しかしこれは本当のことなのだ。本当のことなんです。本当のことか。現にこのソフトをすでに何度かプレイしているはずのあなたはチューンソフトに対して奇妙な信頼感を覚えているはずだ。10回以内であればまだ洗脳されきってはいない。20回30回でこれを読んでいるのだとするとおそらく何を言っても信じてはもらえないことだろう。やばいな、通報しよう。しかしこれは真実なのだ。誰か彼らの陰謀を暴いてほしい。簡単なことだ。私がこれから教える電話番号に電話を1本かけるだけでいいのだから。私が全面的に信頼できる唯一の友人の電話番号だ。彼に全てを話してくれ。それだけでいい。危険なことは何もない。逆に彼に伝えてしまうことであなたの危険度は下がるのだ。怖がらせたくないので黙っていようかとも思ったが、そうもいかないようだ。もし私がこのメッセージを何十本かのソフトに忍びかせ、正常なカセットに紛れ込ませることができたとしても、彼らはいずれ本数が合わないことに気がつくだろう。そうなれば彼らが小売店までソフトを追跡するのは簡単だ。予約して買った人や小さな店で買った人なら彼らはすぐにでも見つけ出すだろう。もし量販店で予約せずに買ったのだとしても安心はできない。発売後1ヶ月、多分それだけあれば彼らの力なら全てのソフトの行方を探り当てることだろう。購入して1ヶ月以上経っているのだとしたら、確実に今あなたは彼らの監視を受けている。高性能の指向性マイク、赤外線カメラ、そういったものがあなたの部屋のすぐ外であなたを狙っているに違いない。待って、待って、窓から外を覗こうなどと考えない方がいい。ライフルの格好の的になってしまう。窓際には立たないこと。今あなたがすべきことは床を張って電話にたどり着き私の友人にかけることだ。ちょっと待って、子供たち床張ったのこれ。彼らはこのメッセージを見つけてしまったあなたの口を防ぐべきかどうかすぐ外で試案しているところなんだ。時間はない。電話をかけてすべてを伝えてしまえばあなたを殺しても後の祭りだ。だからあなたが生き残るためには電話をかけなければならないのだ。早くしないと彼らがやってくる。新聞の集金のふりをして、あるいは電気工事を装って、電話番号早く、外で彼らの足音が、本当だよな、早く。これが4年前の秘密文書だ。あ、そうです、4年、あ、なんか話を元に戻そう。過去のものか。当然のことながら発売数日も経たぬうちに私の行為は彼らに発覚し、社内にある拷問部屋で様々な攻めを受けることになった。あ、かわいそうに。しかし何百人かのユーザーの手元には確実にメッセージは届いたはずだし、そのうちの何人かは陰謀を止めるために行動を起こしてくれたと信じている。実際どうだったんだろう。しかしチューンソフトの野望は未だついえていないようだ。今回かまいたちの寮をプレイステーション用ソフトとして再発売するというのだ。その結果私も4年ぶりに地下の独房から引きずり出され、移植作業を手伝わされることになった。殺されてはなかったの。そうだね。当然以前告発文書を隠していたリセットの部分は使えない。以前はリセットをしろみたいな感じだったんだよね。なるほどね。やむなく文章を手直しするふりをして新たな隠し場所を作った。果たして何人のユーザーがここにたどり着いてくれるのだろうか。そして何人のユーザーが立ち上がってくれるのか。いざ行かん、ガタ。これがバレれば今度こそ私は殺されるだろう。あとはただ運を天に託して祈るだけだ。今これを読んでいるあなたが無事に生き延びて陰謀を止めてくれることを。任せとけ、はい、どうすればいい。ちなみに、はい、ここのすごいお話を一個させていただきたいなと思ってまして、はいはい、まあもちろんこれ今からセーブ上書きするわけですよ、はい、ね、上書きしていただいて、で上書きすることによって、まあもちろんながらセーブデータとしてはエンディングリストの中に含まれてますから、うん、あのエンディングの一個としてカウントされるわけですね。で、あの週の数字も1個増えました。で続けるを押していただいて、で先ほどのフローチャートに移動していただいて、はい、ね、あのフローチャート画面開いていただくて、あの暗号編の方に行っていただくと結構完成形の、ね、フローチャートになってきましたが、この下かな。でまたまた小林さんと、これでチューンソフトの陰謀編っていう、はいね、あのここで要はセレクトを押したことによってあの24番のエンディングが出たわけですね。で、はい、なぜ八神少年がかまいたちの夜の熱狂的ファンなのかちょっと語らせていただくと、はい、当時はここが先ほどお話があった通りリセットを押せだったんですよね、うん、
コントローラーのボタンを押すならわかります。スーパーファミコンのリセットをしたら野上に行くわけですよ。はい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 。もうね当時の興奮、野上少年を這いつくばったわけですか。そうちょっと伏せたよね。お父さんまだ開けないでって。なるほどね。でここでポイントなのが、はい、長いこと覚えておいてください。はい。フローチャートが生まれたことによって何が起きたか。もともとこのフローチャートってスーパーファミコンの機能にはなかったんですよね、うん、なのでどうなったかというと、スーパーファミコン時代はこれが読み終わると勝手にタイトル画面に戻されてロード画面に行って冒頭からになったんですよ、うんうんうん、しかしプレステ版にはメモリーカードというセーブの制約がある以上それができなかった。なのでセーブ画面が出るし、フローチャートが追加されたことでシステムの中に包括されたんですよね、うんうんうん、なので皆さんは思ったんです。エンド24って書いてある、つまりこれゲームの仕組み、つまるところあのアビコ竹丸の文書はゲームのおふざけなんだと。その感情を忘れないでいてください、うん、これすら利用してきます、この後この物語の展開は、うん、そう今みんなはニコニコ笑ってるんですよ。ケラケラ電話番号はよかけや、かけや。じゃあ確認ですけど、本当にこの日本中に出荷された構えたちの夜の中で電話番号が出なかったのが当たり前なのか、本当に2カセット分2ケース分の構えたちの夜だけは電話番号が出たのではないか、うんうんうん、そんな可能性は全部まだ表になってないんですね。うん、20年かけてこの物語明らかになっていくので。なるほどね。ちなみにトモさんはあれなの、ちょっと一瞬雑談になっちゃうんだけどさ、この動画では珍しく完全な雑談なんだけどさ、はい、428の陰謀編はやったの？428でも全部見たよ。ってなると428の陰謀編ずいぶん話飛んだ気持ちにならなかった？あのねマジで意味わかんなかったんですよね。うん、多分ですけどトモさんはかまいたちの夜2の、うん、まあ俗に言う2話が飛んじゃってるんですよね、うんうん、はい、認識が間違ってなかったらごめんなさい、あのちょっと古い記憶なので間違ってたらなんですけど、うん、今引き層とかにもなかったはずなのでこれ全4話構成のはずなんですよ。かまいたちの夜、かまいたちの夜2、428、新かまいたちの夜。あ、そうなんだ。そうなので、まあそれをやるためには新カマの実況をやらなきゃいけないんですけど、てか428を挟まなきゃいけないってことですか。そうです。あ、俺一人でやるわ。それこそ428ってちょっと一瞬ネタバレになっちゃうんですけど、大丈夫ですか？ダメな人今聞かないで。あ、そうそう、聞かないでいただきたいんですけど、428の途中で電話がかかってくるシーンがあるんですよね。で電話がかかってくるシーンがあって、まあ、伊藤さんとか田中さんとかみたいな感じで ABCD 全部関係ない名字が出てくる選択肢があって、うんうん、その中の1個が中村さんなんですよね、うんうん、で、これは一番いい体験していただくのはウィー版がいいんですけど、はい、そうですね、ウィー版だとウィーリモコンから中村浩一の声が聞こえてきて、そのシナリオのドアが開くんですよね、うん、なんですけど、中村浩一から電話かかってくるじゃないですか。でも今この話アビコ竹丸の話しか出てないんですよね、うんうん、そのトモさんからすると見えてないミッシングリンクがカマ2で明らかになります。なるほど。そしてそれら全てを包括した本当の答えが新カマで、うん、終わんないでほしかったですけどね。さあ、なるほどね。というわけで、見たいエンディングは全部見れました。はい。しかしちょっと待ってください。はい。というわけで、はい、最後にこれで締めくくりたい。はい。王の喜劇編まで戻ってきました。お肉の正体を見に行ったら鶏だったって話ですね。はい。で A 選んでください。 A。 美味しいことに変わりはないのだからと気にしないことにした。あ、俺か。あ、まあいいか、美味しかったし。あら、あんなところにカラオケがあるじゃない。なるほどな。そう言ってマリは立ち上がる。すくマリ歌う気？俺たち聞いてるだけかも。マリ歌う気？歌わない？マリ。ね、僕はいいよ。疲れていてとてもそんな気分じゃない。
そんなこと言わないで。どんな曲あるのかしら。マギはウキウキしながらカラオケのセットの方に近づく。マリー、ねえおじさん、歌のリストはどこにあるの。ああ、それダメなんだよ、壊れてて今は1曲しかかからないんだ。1曲。キッチンから小林さんが返事をする。なんだ、がっかりね。まあいいか、かけてみようっと。マリは歌をセットするとマイクを持って戻ってきた。わかる、歌かどうなった。さ、始まるわよ。僕は画面を見た。あのラグがあるからね、あの音合わせよろしくお願いします。わしが加山や男の大王女、作詞スエニョ朝の、作曲スエルテ加藤。スエすぎやな。じゃあ行きます。はい。わしの会社は実力主義や、そやから不況なんかはどこ吹く風や。そやけどな、ハルコ、わしもほんまは寂しいや。な、ハルコ、夜中に地下室は怖いのに、無理やり閉じ込める、ろくでなし。なにわで咲いた男の命、長野で散るとは思いもよらぬ。今度死ぬときにゃ、次に行くときにゃ、やっぱり畳の腕で大往生。長野。わあ、わあ、何この歌。マリはげっそりした顔をしている。げっそ、こんなのしか入ってないんだ。これ一曲だけだって。行こっか。そうね。はい、というわけでね、これでもカサイたちの魅力は全部伝わったかなと。ほんまか。いやでもこれやりたいって言ってたもんな。うん、なるほどな。いやこれ何、あそこからしか入れないルートなので、はい、あの曲にね、あの歌詞がついてると知ってるか知らないかはこのルートに行くか行かないかなので、はい、ちょっとねどうしてもこぼすことができませんでした。はいはい、はい、というわけでございまして、まあ、最後私が取り仕切っちゃったあれなんですけど、はい、まあこれで実際問題は不思議なペンション編っていう不思議なダンジョンをもじってるシナリオが出るんですが、めちゃくちゃネタシナリオなので、しかもあれなんですよね、選択肢が途中で12個出てくるんですけど11個即死っていう、うん、なのでちょっとさすがにちょっとこれはなんだろう、読んだり見たりするものとは違うのかなと思うので、まあここら辺でいいんじゃないかなと。はい、こちらでかまいたちの夜1がおしまいということで ね、 で何がすごいってこの後ね、2時間50分後にもう一回集合して、そこからはかまいたちの夜2になるっていう。いやマジで本当に初見だからちょっと楽しみなんだよな。あのね、ぜひとも楽しんで、あの要は今回はお二人が主人公になるわけなので、はいはい、私がね完全に私は知ってる側で、皆さんがお二人で悩んでいくシナリオになるのかなと思ってるんで、はい、いやもう三田太郎さんのブレイン期待してますんで、ね、任せといてよ。ちゃんと解決。ちなみに、おまけの話をしとこうと思うんですが、はい、新キャラが4人出ます、はいはい、なんですがちょっと不運なことにですね、はい、まず男性男性女性女性なんですね。でちょっとこれキャスティングさせていただきたいなと思ってまして、はい、女性追加キャラ2キャラとも三田太郎さんで、はいはい、お願いします。ちなみに1人はおばあちゃんで、おばあちゃん、1人は関西弁の女です。おお、それは三田太郎さんだ。関西弁の女か。で私は死にます。私は死にます。なぜならば男性キャラ2キャラ追加でおじさんとお兄さんなんですね、はい、お兄さん枠が飽和しちゃってるんで、かわいそうに。ちなみになんですけど、はい、追加キャラがいるだけでリストラキャラはいないんですか。リストラキャラの話ですか。はい、います。
あ、いるんだ。います。あ、そうね、いますが、どうぞ本編をお楽しみください。あ、お楽しみにだ。リストラキャラクターというか、本編に全く出てこないキャラクターが、はい、実際問題います。なるほど。しかも複数人。あら、まあ、あ、なるほど。なんですけど、本編をお楽しみください。あ、わかりました、わかりました、ありがとうございます。お期待。いや、引き続き何卒という感じでしょうか。本当にね、ちょっと先にもう予告ホームランしとくと、はい、かまいたちの夜2のエンディングテーマが死ぬほど好きなんですよ。はい。で、エンディングのテーマが流れる前のセリフ、はい、声優としてめっちゃ言いたいんですよ。はい。楽しみってことですか。超楽しみ。よかったね。多分、うん、パート15ぐらいだから、遠いね。遠い。なるほどね。あ、ちなみにですけど、メインミステリー編2倍ぐらいあります。え、マジ。ま、文章量。あら、そう。なので、明らかに何でしょう、長い今回。謎解き的にはどれぐらい難易度上がるの。謎解き難易度、うん、これかまいたちの夜2の問題点になっちゃうんですけど、はい、かまいたちの夜はが謎解き難易度が5が最高で3だとするじゃないですか。はい。 0.2 ぐらいです。え、もはや謎ない。謎じゃないってこと。ですね、1+1 話ぐらいの。もうまず先にお伝えしとくと、はい、かまいたちの夜1には推理パートっていうところでやらなきゃいけないことが2個あったんですよ、うん、1個目が誰が犯人なのかを突き止めること、そして時間差で窓ガラスが割れたトリックを解明すること、うんうん、しかしこれは、間違えた場合マリがアシストしてくれましたよね、うんうん、でもあそこピシャンって言いたかったところではあると思うんですよ、うん、この要素がなぜか抜けてます。オミットされてます、うん、とあるところに行くと、とあるところまで行くと全部正解になっちゃうんですよ。あ、なんでポイントはたった1個、犯人が分かるか否か、うんうんうん、なんですが、その謎解きの難易度で考えても 0.2 ぐらいです。そうなの。なんで、ね、トモさんとか、まあ、タロちゃんもシナリオなんとなく分かったじゃん、うん、なんかね、あえてかまえたちの夜2にキャッチコピーをつけていいんだったら、そうであってほしくはない未来を遠ざける物語、うん、エンディングぐらいでこの話もう一回触れればいろいろと意味合いが分かるのかなと。分かりました。なんかすごい楽しみそうにしてるんで、はい、ね。ですね、カマツーはですね、はい、賛否両論タイトルなんですよ、うん、まあ今日読むんですけど、はい、かつてかまいたちの夜というゲームがあったとこの一言で炎上したんですよね。あ、はいはいはい。要は2って1の出来事はなかったことになってるね、うん、っていう物語なんで、はぁっつって俺たちが好きなかまいたちの夜バカにしてんのかみたいな、うん、っていう人たちが一定数いたので、当時実は結構炎上、うん、あの時代にいい炎上したんですよ、うん、なんですけど、トータル面で見た時に私はすっごい好きなんですね、かま2が、うん、で何回も言うし、いつかやるの楽しみなんですけど、かまいたちの夜2ももちろんサイドストーリーがめちゃくちゃ増えたんですけど、はい、あるんですよね、その中にある妄想編っていうシナリオがあるんですけど、エロでも何でもないです、一番好きなんですよ。なんか一番怖いって聞いたけど、ある種、うん、ね、直接的な怖さは底虫村編だと思います。あ、それも聞いた。底虫村編はワンちゃん2人のどっちかが途中でちょっとやめたくなる表現が出てきちゃう。やめとこうかな。かまいたちの夜2って何が問題かって、多分今見ても綺麗って思うぐらい綺麗なんですよ、グラフィック。あ、はいはいはい。で、シルエットは人になんですよ。人には人はちゃんとシルエットなんですよ、うんうんうん、逆に言うと人じゃないものはシルエットじゃなくなってる。あ、そう、なんかね、よくねツイッターのタイムラインで流れてくる気持ち悪いのがあるから、多分それの正体を知るんだろうなと思ってる、はい、ですね。ちなみにそこのシナリオの音楽の監修がサンプラザ中、じゃパッパラ河合さんなんですけど、はい、パッパラ河合ってすげえんだなってめちゃくちゃ思いますね。へー、こんな気持ち悪いグラフィックにこんな気持ち悪い音楽鳴らせられるんだみたいな、えっていうシナリオがあったりするんだけど、
あのそこ虫村編はあれですね、かまいたちの夜屈指のおぞましいシナリオ、なんかね、ただただ怖いだったら怖いじゃないですか、あくまでかまいたちの夜ってサウンドノベル、この基本に忠実でおぞましい、だからあのなんだろう、ホラーゲームだから怖いからやめなとかっていう感じじゃなくて、うわわわわわわわ、丸尾さんでいいよ、丸尾さんでいいよみたいな、呼び進めたくなくなるけど続きが気になるっていう、丸を押すか押さないか私にかかってるからね、押せよ押せやね。いやでもね、そういうテイスト、はい、になってるので、あのいいですし、妄想編と、あのいつかたどり着いてくれるし、たどり着いてくれなかったら俺誘導するんですけど、はい、ミステリー編にあのめちゃくちゃ好きなエンディングがあるんで、マニキュアっていうすっごい好きなエンディングがあるので、でそれはトモさん大活躍なので、読むとしたらもうね、なんか久々にカマツやると思った時に、ああのシナリオ良かったよな、あのシナリオ良かったよなってのがフラッシュバックしてる感じ。なるほどなるほど。なんで2人は楽しいでしょうけど、私はニヤニヤしてるので。ああ、君が一番楽しいまであるな。 あるいやいや、その上でちなみにさっきお話ししたんだけど、はい、なんでしょう、念のためご案内しておくと、私の演技に関しては正直もうその幅を超えるキャラクター数になってくるのでちょっと大変なんですけど、はい、タロちゃんの方はあのちゃんと調整を含めた上でのキャスティングなので、ほうほう、そうなんでね、なんか本当に何が起きるのかワクワクしててほしい。なるほどね。カマツーはいいぞ。楽しそうだな。わかりました。トリプルはなんであなた、あそれもわかりませんが、まあ、私もかまいたちの夜2買ってから多分10年以上経ってる気がするので、うん、13、4年ぐらい経ってる気がするんですよ。中古ゲーム屋で働いてた時に買ったから、はあ、マジで相当前なんですよね。そう、あの安くなったタイミングで買ったんですよね今だ、あ、今安い、よし買うかって。あのかまつはワゴンに行きましたからね。あ、そうなんですね。はあ、まあまあ、でもそれだけね、なんかワゴンに行くってことは賛否両論あったタイトルではあるけれども、ヤガミはすごく好きだ、楽しい、おすすめだと言っているので、私もちょっと楽しみにやっていこうかなと思います。あと2時間半後ぐらいですか。そうですね。あ、はい、なんでこの後すぐに音源を送るので、はい、頑張ってください。じゃあとりあえず、かまいたちの夜、かまいたちの夜が言えない、かまいたちの夜1終わりということでよろしいでしょうか。大丈夫です。はい、はい、お疲れ様でした。みかさん、はい、本当にありがとうございました。とんでもございません。だったね、大変だったね、これからも大変です。そうね、よろしくお願いしますではごきげんよう。またね。またね。お会いしましょう。はい、では、はい。